どうもシルコです。チャちゃんです。1857です。カルテットです。今日もラフトやっていきましょう。今日の目標は何ですか、ジャイちゃん。島に行く。島に行く、はい。今日はね、一応メインのねストーリーっていうのかな、一応僕たち遭難してるんで助けを求めなきゃいけないっていうことで、レシーバーとアンテナを作ってこのイカナ生活から脱出するっていうね、それを目標にやっていきたいと思います。いただきますか。はい、このイカダともおさらばよ。え、おさらば寂しくない？俺もじゃあいい、このままで。そういうこと。このちょっとね、レシーバーをね設置しますか。もう専用のルーム作ろうぜ。専用のルーム。え、じゃああのボスの部屋に置くレシーバー。本当俺んちなんだよな、それ。これ置けるかな。ボスの部屋じゃないんだよ。これ置けるかな。もうここに区画作ろうぜ。結構でかい。俺の置いてるやつ見える？見えないか、これ。普通のテーブル、あー、その鍋ぐらいあるな。鍋ぐらい。ちょっととりあえず置いちゃおう。ドン。島が見える。どうこれ。あ、バッテリーが必要ですって言われたわ。バッテリー置いたよ。結構これプラスチックじゃないの。プラスチック。コードが必要ですだって。え、コードが必要だって。高いところに置けないんだ。新しいメモが追加されましたって言ってなかった今。え、ちょっと待ってっか、コード必要だってさ。コードシャープ5468、ね、何その新しい1857みたいな。違う5468。いや、なんか、え、新しいメモが追加されましたって出ませんでした今。いや、表示はされなかった。マジで T 押すとここにね、なんかしおりみたいなの、うん、ピコさんどこに置くの。付箋か。 TT あ、T 何だこれ。ラジオタワー、これかじゃないかな。おおおお、アンテナ3つ必要だって。作るか、じゃあ。うん、フリーアンテナプリーズ。アンテナの作り方調べよう。あ、もう作りましたよ。フリーアンテナ、ええ、仕事が早い。優秀、周波数優秀だ。アンテナっつったらやっぱ高い場所に置くもんじゃないの。でもそこさ、鳥さんの巣があるんだよ。もう一個、もう一個伸ばそうよ。あ、行けたわ。行けた行けた行けた。え、え、あ、本当だ。あとは赤いランプ。赤いよ、赤い、赤いよ。え、ちょっと待って、間違ったコード、間違ってるって。そのコード高すぎるのかな。難しいね、うん、コード。なんか置き方があるんだね。いや、あれだわ、これ下から伸びてない。これ見て、ピローンって。このさ、下からなんか伸びてない。これい、これこれ、うん、どう、これどう。んー、うん、すげえ、なんか相手から遠すぎます。あんま遠いんだ。これから遠すぎるんじゃないか。いや、やっぱり、あ、3個いてんの。どれが2なんだ。1段高くして、あ、この高さなのかな。それでいけると思う。こういうことだね。シルコさんに置いてもらえれば、これはそこに行け。来た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 。あれ、ほんで、ああ、で、なんだ、5468になってる。あ、なんかある。5468合ってる合ってる。なんか1585、あ、なんかある。左、なんかあるよ。行こう、左に。俺らの道は示さない。群がりすぎて見えねえ。ちょっと行こうぜ行こうぜ。バッテリー無駄になってるから。え、近くね、近くね。なんか左方向にあるよ。バッテリー無駄になってるから。じゃあその方向に。11時の方向、意外と近い。え、近づいてる近づいてる近づいてる。俺ら向かってる今。一応俺上で見とこう。双眼鏡を作ってよ。双眼鏡。双眼鏡も作るかな。え、作れない。いやいや、双眼鏡ってだってもう、え、ここもうボトルが2個いるもん。飲み切ったら1本できるけど。いたー、よーく見える。あ、すごい優秀だ。え、ちょっとなんか、え、あれ、え、あれされてる。何、フォートナイトされてる。あ、何、あ、フォートナイトされてる。どこの話。あ、フォートナイトしてる人がいる。あ、捕獲されてる。ちょっと、ここちょっとジャンプでこういけんじゃね。キュッ、ほらほら、これ双眼鏡。顔怖っ。じゃあ見てみますか。え、怖っ。
顔顔の話どうなってる顔の話かこんなところに2人いされるやだあれでも全然それらしいもの見えないぞあと1240こっちですよこっち多分こっちらへんそうそうそうまだまだ見えないのかな指さす距離がいっぱいあるんだろうね天だからなじゃあちょっと誰かワープしてくんないワープうんなんだっけえあれ呪文あるよねなんかワープあなんだっけ何言ってるっけあれ思い出せない呪文さえ思い出せれば俺にも使えそうなんだけどなあれはまあ夕方にねするためのワープだったからあ夕方ワープだったっけえあれやろうよじゃあ島まで島までさこうジャンプして着地したら島ついてるやつやろやってみたいやってみたいそれ俺やりたいやりたいそれせーのでジャンプしてやらあれでしょ場面が変わるやつでしょ今からモニターやろうぜやろうぜ目的の島までどこが映える映えの場所映えの場所じゃあ目的に向かっていきますかせーのはいういなんかバラバラだったんじゃない？もう一回ぐらいジャンプしてもいいよ。せーの、はいはい、いやついたな、とんでもない、とんでもないとこ来たね。一瞬だったな。うん一瞬だったわ。いやできんね俺らもやればできんな。ここなんだ？何これ？みんなそれらしいものを探してくれ。なんかここにあるぞ。やばい。カゴ拾ってある。いちゃちゃんここにカゴ拾ってあるよ。え、本当だ。メモもあるんだよここに。ここにメモもある。くそ、そこどうやっていくんだ。メモいっぱいある。これやべえぞ。これここじゃねえか。ここなんじゃねえか。宝箱だ。てっぺんがあれかな。うん。ね、メモ。てっぺんが結構熱いんじゃない？お、メモ。じゃあ行ってみるか。よし、どれ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 。本当は消火器かな。あれなのかもしれんけど。なんだこれ。拾ってよこのメモ。どのメモだい。拾います。宝箱と。ここ。一枚拾いましたよメロ。メロ。メロ。ここ。お、拾います。おお。で、あとは？カゴ？カゴが。拾います。うわなんかボロっていっぱい出た。ドラヒット。ごめん拾えない。ドラヒット。拾って。ドラヒット。車作れるってこと？いや、頭につけるその単関係あそっちそっちかでも何もできないねもうかはいやでもこれメモ追加されたからこれの通りに行けばいいんだよユートピアあれユートピアあれなんか違うメモもあったんだけど あれあ8498っていうメモがほら、まあ、なんか本当だ幸せなところを今度また目指すんだ朝ガタン8498人々って書いてある人々括弧 からの手紙もあるその次のページ括弧からの手紙になってない次のページあ本当だ書かれている内容が理解できるなら先に進め、ま、前回していたエンジンが焼き付いてしまったんだ私たちはラジオタワーにたどり着くのがやっとだった船はもうダメだとオールは言ったが私なら修理できる連中との距離はだいぶ空いてしまっているだろうがおそらく行き先は知れねえなこのメモを誰かが見つけられる場所に置いておこう私たちはこの状況の元凶ではないが受動してしまったのは確かだ何としてもそして彼女にデートを申し込むんだ今度ばかり頭のおかしいやつを見るような視線を送られることはないだろうなるほど、どういうことだってばよそれがヒントだってことだ彼女とデートするために帰るんだってばよじゃあちょっともうちょっとなんか当たってみようコートアッシャーバックネームドヒムブルース箱あるよもう一個箱がある箱ある箱俺もね拾えねえんだジレンさん持ってったでしょ中身だけ教えてちょうだい箱の中身はフルーツのコンポートのレシピあブリーフケースが落ちてる金属もある船の沈んでる部分にいろいろあるぞあ下にあるんだ本当だそう水の中がすげえかっこよここがあれなんじゃない本命沈没です。こちらこそが本命なのではこんなでも目星しいものはないのではもう次へのね目的地が全部取り切ったのかな撤収じゃあというわけで、無事にねさっきの島は何の島だったんだろうラジオなんとかラジオタワーラジオタワーって書いてありましたね、うん、ラジオタワーラジオタワーに行ったらどうやらね次の島への手がかりが見つかったみたいなんで
次回はその島を目指して頑張りたいと思います。というわけでまた次回の動画も見てください。バイバイ。バイバイ。バイバイ。